ささがきは主に代表的なのは柳川とかそういうお料理に使われます。あとは鍋物の具材として使われます。ささがきはあと他の食材ではうど、これから例えば白魚だとか、うどとわかめをささがきにして、煮物にさっと炊いて使ったりいたします。ポイントは、同じように太さが違ってきますので、筋を数箇所にこう入れます。それから、手のひらで、転がすように、そして、鉛筆を削るような先が円錐になるように、均等にこう削ります。でこれも鍋の具材の時などは粗めに、削ればいいと